はい、アンチョビー、はい。そもそもバングラデシュとの父とのつながりは、1970年代の、ベンガルマの一大サイクロンによって多くの人たちが亡くなったわけですけど、人道的立場から父は救援活動に、活発になったわけです。首相が日本に来られたときに、そのお礼としてベンガルタイガー、皆さん方はロイヤルベンガルタイガーと呼んでられますけれども、それが一頭分全部、剥製として我が家に送られました。 And this will stand as a symbol of Japan-Bangladesh relation. This will stand as a symbol of the friendship between the people of Japan and Bangladesh.So we are very humbled and honored that it is here with us. We are all very truly delighted that it is with us today here. Thank you very much. バングラデシュの復興と開発のために日本としてもコミットしてですね、開発のためにお手伝いしましょうということからするとコミットされるんですね。でそこから日本のその大規模な援助が始まると、まあ、そういう意味で彼はまさにその日本、バングラデシュのその友好関係の基礎を作った。